はい、今日はですね、メニューでデリツが廃棄になりましたので、今日はもともと出たのが1時半だったんですよ。出たのが1時半で、うわ、ほんとミニだな。あ、でもあのうなととよりは 1.5 倍ぐらいで出たのが1時半ぐらいだったんで、まあ坊主か1、2軒かなと思ってたんですね。坊主か1、2軒かなとは思ってて、で、鳴ったんすよ、アイス鳴ったんすけど、廃棄になっちゃって、廃棄になって、なんか10分タイマー出たんすけど、なんかしつこく電話してメッセも送ったんだけど、ダメ。運営にもサポートにも電話して、サポートからもかけてもらったけどダメで、他にも来てたね、何人か。他にも1人か2人来てた。確認してるのは好き。もう一人は分かんないけど。ウーバーさん来てた。ウーバックも。建物名書いてあるんだけど、部屋番号書いてないんだよね。部屋番号。電話も切られる感じだからさ、いけるかなと思ったんだけど。ねえ、だってアイスあるし、意外と溶けてないんだよ。言えばね、デリズじゃないのよ希望を言えばデリズじゃないやつが良かったんだけど、うなぎなのはいいですよ、うなぎなのはいいんだけど、ちょっとデリズだっていうデリズだっていう、デリズもなんかよく分かんなかった、ね、なんか5分待ちって言われたらすぐできてさ、なんかポイって渡されたポイって渡された。多いんじゃない？量が、ご飯の量がさ、残せよって話。でもまあだから700円でしょ。あと飯代もこれ多分ね、1000円以上すると思うんで、しないかな。デリズのデリズのうなぎいくら？ミニうなぎなんとか。これでなんか盛りが飛んだ。これ何件ぐらいあれなのかな？メニュー配達してるかな。メニューでもまだ1年経ってないっすよね。去年の3月ぐらいからあの牛出したんで、去年の3月ぐらいになんか太間が刺してウーバーからメニューに変わったんで、なんかデリズのやつ全然開かねえな、切り口がなって牛出したんで。その前からあれなんですよ、あの最初に、あ、やべ、メニューのアカウントあって、ただ30個しかやんないじゃないですか紹介を目当てで目にやって、その後放置してたんですけど、まあこれをゲットするためにサポートに、本当にあれ 1.5 なんだね、これ 1.5 いくらか750円ぐらいかな。うん、はぁ、あ、港と違って汁もついてない、汁もついてないし、あんな、しば漬けもない。でもうなぎはこっちの方が 1.5 倍だから、港とじゃないからもっと高いかもね、1190円ぐらいかも。もう全然さ、これタレが染みてないよね。タレが全然ジュクジュクじゃないの。ないので、ご飯が余るんですけど。もう丸くはない。牛丼の方がいいな。だから今日は昼一軒、昼一軒と廃棄陰性です。